ましたね。結構沖で、あ、抜けた抜けた。イサキっぽかった。今のはイサキっぽかったわ。流れ、結構流れる。お、またバレた。なんでなんで。なして、うわ、一瞬で切られとる。一瞬で切られてる。マジか。やべ、ブチブチ切られてるんですけども、1頭ぐらいでやりたいと思います。セレクトグレの6が切られるんだよ、一瞬で。マジか。お、いでで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 、これはお腹じゃないか。お腹っぽいね。飲まれてないといいけど。違うか。なんか変な動きなんだよな、途中から。でかそうですね。どうかな。壁白いな。白いわ。ヘダイっぽいですね。ヘダイかな。シマアジかな。なんだし、シマアジや。いや、イスズミや。イスズミあった。こんなところまで降りたのに。よいしょ。マジかですか。シマアジに見えたんですけどね。そうだね、魚体的に一瞬ね。マジか。やっとなんかまともな魚が釣れたと思ったら、イスズミ。イスズミにしてはなんか若干カラフルかな。ということで逃がしました。とりあえず非常に暑いです。今運動したんで、わざわざ、ね、下まで降りて、あ、お腹かなと思ったんですけども、残念ながら5つ目でした。なんとかな、一応回収がね3時らしいので、あ、10時40分です今。まあだから今から後半とかですかね。6時、5時出港、6時着で、4時間ちょっと経ってるんでね、あと4時間で14時なんで、まあまあだから今からもうすぐ後半折り返し地点となっております。だがしかし、だがしかし、非常に暑いです。マジ汗、いやー大変ですね。暑い。あー、もうお腹じゃなかったか。針をねもう何回か切られたから、ね、最初切られたのが競技口太6で、切られて、でその後にセレクトグレーの6にして一瞬で飛んで、でそこからこの1頭グレーの5ですね。
実際ね1等グレーの6にしたかったんですけど持ってないんですよ。1等グレーは 4号しかなかったんで、とりあえず5号に、やってみたらバチッと当たりは来たんですけども、その当たりというのは椅子積みでした。まあさっきのとその前もね、まあ実際には問えてないので 100% 椅子積みというのは断言はできないけど、まあ今の感じだと多分椅子積みだったのかなと。なんか途中の引きが変だったのよ。なんかちょっとね、なんていうのかな、バリみたいにこうトン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 ならないけど、なんかトン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 こう飛行グーって曲がりながら、なんかトン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 ってなんか今度こんな感じね、なんかこうなんのよ。なんかちょっとバリはこんな感じね、バリはこんな感じだったら椅子積みは多分なんかこうグエみたいにグーって引きながらグイ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 ってやるけど、なんかちょっとあるのよ。バリはトトトトトンって椅子積みはグイ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 じゃないけど、イメージ的にそんな感じ。だからあれ途中違うんじゃないって多分動画でも言ってると思うんですけど、そんな感じです。いやもう動画もね全然マシだよ。釣れないのよ、難しい。塩はね面白い、塩は正直って面白いね。まあいろいろコロコロ変わりながらね、なんかもうガンダム足したり足せなかったり、G5 を2つつけてるのに全然仕掛け入んなかったり、で次の1投投げたら全く一緒の子流したらもうグワーって沈んでくるし、コロコロ塩が変わってね、まあ、ちょっとここ先端の部分っていうのかな、こうワンドの中でもちょっと出てる部分だから潮の流れが結構コロコロ変わるみたいで、まあ、面白いです。釣れないけどね。まあでもまあまあコロコロっとは出てるんで、まあまあよしとしておきましょうか。そんな感じでございまして、とりあえずグレッツみたいです。イサキの場所らしいんですけど、グレッツみたいです。仕掛けが全然入らないので、今 E の02ですけど、ちょっと03に変えようと思います。はい、ということで浮きはまた E の03ですね。潮がね流れるんすよね、なんか。まあ、ちょっとこっちに変えてみようかなと、こっちにね変えてみようかなと思います。結構流れてるんすよ。これでも入るかどうかわからない。もうあとガンダマでちょっと調整していきたいと思います。仕掛け変えて1投目だけど、なんだこれは、なんだこれは、仕掛け変えて1投目、ああコッパでしたね、コッパでした、よいしょ、うん、うわ、なんか
なんかよくわからんのにやられましたね。なんかこう跳ねてたから、なんかシーラとか多分そっち系じゃないかなと思います。わかんない、なんだこれやみたいな。もう意外と当たりがビュー、もうなんかマキエド2杯目かなんかかな、後打ちでやってたんですよずっとね。で確かマキエを2杯目がなんか打とうとした時に、あの総席からビューンじゃないけど右とかビューン出したから、あれもう来たみたいな。まあお腹だったらっていう、ちょっとね、お腹ってそういう時パッて浮いてくる時あるじゃないですか。だからお腹かなと一瞬、ほんと一瞬だけね、ね、あの思った。ほんと、バラララ。バラーって。いやー、やばかったですね。しかもその後ジャンクしてるからさ、シーラかなんかだと思うんですけどね、こっちのカメラでちょっとどれくらい映ってるかわかんないけど、ジャンプしましたもん、こうやって。あんなん取れる気しないね。お腹タックル持ってきても取れる気はしない。あのジギングタックルならいけるかなって感じ。今何をしてるかというと、竿はねさっきのままなんだけど、リール買いました。リールね、テクニウムスッと2でございます。変えた理由はね、普通に考えるとそういうでかいのが来るからという感じかもしれないですけど、もう、あの、道、途中が切れたのよ。途中から。で、もともと道とか多分40メートルしかなかった。下糸が出てたもん。遠投して流してたら、下糸が、もう下糸まで出してた。って感じ。だから、いや、これやべえなと思って。もう今日中に帰ると思って、帰るようになってしまう。途中が切れたから、もう短いのよ、それ。25、30ぐらいあるかな、ワールドプレミアム。で、新しくというか、これ初日に使ったやつかな。です。で、今直結、この 1.2 号ね、じゃあ、ハリソン 1.2 号の変わらずです。で、これで、ほとんど船長もね、こう直結がありと思いますけど、ほとんどね、直結、ほぼ船長法といった感じで、やりたいと思います。仕掛けは、まあ、あんまり、さっきと変わらずでいいかなと。よいしょ、思います。暑いのよ。もうちなみにね、アクエリアス2リッター以上飲んでます。2リッター以上。で、今日はこちら。山本工房 E 円筒用の、03、ゼロスタイルの03でございます。今のところね、これが調子。あのね、少し潮が早いと、やっぱ03ぐらいが、ちょうどいいぐらいで沈んでいくというか、02だと、潮が早すぎて、結構ね、G5 とか打っても沈まないですよ。早すぎちゃって。だからちょっと早めに沈むような浮きにしようかなと。じゃないと、合わないですよね。仕掛けが立ったまんま、しかもそのまま仕掛け入らないからさ。ってある程度馴染み出したら、ちょっと沈むようなね、仕掛けで行きたいと思いますので、ちょっとこういう感じになっております。はい。というわけで。いやー、さっきのやばいよ、本当に。マジでやばい。まあ。あんなかけて、もう楽しいかと言ったら、まあ、一瞬だけやったんですけどね。一瞬だけ。おーってなるけど、ジャンプした瞬間、あいつかーって、っていうの。で、道とかさ、張ってるからさ、その境に向かって。ジャンプした瞬間かなんかに多分消えた感じが。わかんない。ちょっと正確にわかんないけどね。やばいよ、あれ。ということで、まあ仕掛けはもうさっきのまんまかなと、って感じです。まあ、大きく変えなくていいかな。もう、長いか流してて、まあ、早いと、まあ、ガンダマをちょっと追加していくみたいな。で、ゆっくりだと、ガンダマがなし。で、基本は今、遠投ですね。ずっと。30メートルぐらいは、結構遠投してます。じゃないと、手前のコッパがすんごい湧くんで。すんごい湧くんで。餌取り対策の一つとしてはね。で、沖でかけた方が、やっぱ25とか30とか、ちょっと大きい。25でも大きいです。手前のは本当にもうこんぐらい。10センチから20センチないぐらいのやつがもう見えるんですよ。めちゃめちゃ湧いてる。だからそれを、まあ狙ってもしょうがないんで。
だから基本遠投するためにこう今日はねもうガチガチな遠投なんで遠投の浮きを、使ってるといった感じでございます。ということで塩気から今針までが2キロ半ぐらいかな。ちょっとさっきもそうだけどなちょっと長めに切ってます。あのあぜ仕掛けが立つのを長早くするためだと。針はねさっきだからね今日セレクトグレを割とメインに使ってますね。セレクトグレ、セレクトグレのとりあえず5号でいってみましょうか。セレクトグレ5号、よくよく考えると結構高い。13本で定価400円ってまあまあ高いまあまあ高いですね。まあまあでもこれいいのかな、まあ、今のところこう自分がね使ってる限り強度はまあありそうだけども、まあコスパがっていうとこかな、多分いい針だと思うんだけど、コスパ的にねやっぱ考える人は考えないです。お金関係ない人は全然ねいいけど、コスパね、あの金額を気にしてパッと見てかかりすぎ口太だから、だって22本入って定価400円だから、だからこれ倍ぐらい高いね、倍以上高いね。なんかそう考えると、なんか針の飲み込んだ時に針をねちょっと返してもらいたいなっていうのがあるんですよね。はい、ということで完了したので、さっきの青ももう一回青もの、シーラーかけてやりたいと思います。